皆さんこんにちは、米倉涼子です。本日はお越しいただきましてありがとうございます。国際女性デーが始まったのは1975年ということで、私の生まれ年と同じだということで、なんとなくすごく嬉しく思っております。今日はこのような受賞式に呼んでいただいて本当に嬉しく思います。よろしくお願いいたします。受賞されたお気持ちをお聞かせいただけますか。率直に嬉しいです。そしてかつてから尊敬している栗上さんで、いつも走り続けて独自のオーラを持った栗上さんに推薦していただいたっていうことがとても誇らしく思うしありがたく思います。はい、次々と挑戦していらっしゃる姿が大変印象的ですが、ご自身ではこうしたことにチャレンジしていくことにつきましてどのようにお考えでいらっしゃいますか。よくチャレンジャーですよねとか言ってくださるんですけど、自分ではなんかそんなに意識してやっていることではないというか、ただこの1個の小さなチャレンジでもそのチャレンジに対してまだ自分がそのチャレンジに挑む勇気があるかどうかっていうことの確認と、あと新しい世界に、一歩入れていくっていう、一歩踏み込めるっていう経験をさせていただけてるっていう、なんかチャレンジってすごく私にとってはなんかありがたいことっていうふうに、チャレンジできてるありがたいことだなって思って。